綺麗に崩してで点取れれば一番いいけど、どんなに攻められたって守りゃいいんだから、ね、それディフェンス大事だよ、ね、追わないディフェンスいらないから、追わないボランチいらない、追わないオフェンスいらない、フォワードもいらない。 1.5 倍、1.5 倍動いてください。 1.5 倍で、昨日も言ったけど、自分たちのチームが攻めてるときディフェンスどうするの、ディフェンスの距離をしっかり確認するね。とにかくもうやるしかないから、もしかしたら明日なくなっちゃうかもしれないし、あの今日2試合やったら終わりかも、うん、ね、いいですか、いいですか、はい、元気出して OK、はい、楽しくなくなっちゃうぞ、よっしゃ、じゃあ向こう行って水入れよ。